どうもボーチグラサポのカリアです。早いもので2023年もあと1日となりました。今年はね、シーズン開幕直後は、今年こそリーグ優勝いけるんじゃないかっていうね、快進撃が続いていましたけれども、夏以降はですねなかなか勝てない試合が続いてですね、フラストレーションもたまるような、1年だったんじゃないかなと思います。結果としてはですね、リーグ戦6位、ルヴァンカップが準決勝敗退、天皇杯が準々決勝敗退と、残念ながらねタイトルを獲得することはできませんでした。残念ながらタイトルは取れなかったですけれども、個人的には実りのあった1年じゃないかなとは思いますので、今回は個人的な今シーズンのベストゲームを4つ振り返っていきたいと思います。第4位は4月19日ルヴァンカップグループステージ第4節横浜 FC 戦です。この試合のグランパスのスターティングイレブンはこんな感じでした。17歳の木田亮賀選手が先発、ゴールキーパーもランゲラック選手ではなく武田洋平選手が先発した試合でした。試合では武田洋平選手が好セーブを連発、ポストに助けられる場面もありましたけれども、クリーンシートで試合を締めました。この試合で活躍したのが何といっても木田亮賀選手ですね。41分にはコーナーキック、酒井選手がそらしたボールを最後押し込んで先制点を挙げると、エンド変わった後半52分にはペナルティエリア付近でパスを受けるとワンタッチで相手をかわしてミドルシュート、このゴールで2点を挙げてグランパスの勝利に大きく貢献しましたね。この試合は配信を見ていたんですけれども、レオナルド選手や酒井選手のね PK 失敗もありながら、木田選手のね2ゴールで勝てたというのもあって、いい選手がね上がってきてくれたなと感じた試合でした。来シーズンはですね、山岸選手やユンカー選手、永井選手とのポジション争いになると思いますけれども、実績のある先輩たちから学んでですね成長していってほしいなと思う選手ですね。第3位は9月10日ルヴァンカップ準々決勝第2戦鹿島アントラーズ戦です。9月6日に行われた第1戦、先制されたものの久保東次郎選手の劇的同点ゴールで追いついて迎えた第2戦ですね。試合のスタメンはこのような形になっています。夏に北海道コンサドーレ札幌から期限付き移籍で加入してきた中島大賀選手が先発、ワントップで起用された中島大賀がいきなり結果を出しましたね。泉選手からの精度の高いコーナーキックを頭で合わせて先制点を奪います。名古屋に来てからですねなかなか得点が挙げられなかったんですけれども、中島大賀の持ち味を生かしたゴールでグランパスが先制します。しかしその後はなかなか追加点を奪えず、逆に鹿島アントラーズに同点ゴールを奪われて延長戦にもつれ込みます。そんな中チームを救ったのが吉田春樹でした。延長後半終了間際の119分、左サイドのターレスからのボールを受けた吉田春樹がエリアギリギリからミドルシュート、相手ディフェンダーに当たってコースが変わりゴールに吸い込まれ決勝点に。グランパスの下部組織に在籍していたこの4人の喜ぶ写真っていうのが話題になりましたね。先制点を挙げた中島大賀は今シーズン限りでグランパスを退団して、来シーズンは J2 藤枝マイ FC でプレーすることが決まっています。藤枝も個人的には応援しているチームなので、また中島大賀のプレーがね見れるのは楽しみだなと思いますし、 J2 でゴール量産してまた J1 で活躍する姿も見たいですね。第2位は4月5日ルヴァンカップグループステージ第3節横浜 FC 戦です。木田選手に加えて高田選手、石田亮太郎選手などグランパスの若手世代が出場した試合ですね。この日はリーグ戦でここまで勝ちがなかった横浜 FC 相手に2点を先制される苦しい展開の中試合が進んでいきます。横浜 FC に2点を奪われ苦しい展開の中、酒井選手が PK を獲得し自ら決めて1点を返します。その後もなかなか得点が奪えない中、78分コーナーキックから永井選手が頭でそらして同点に追いつきます。その後ポストにも助けられながら迎えた後半アディショナルタイム、米本選手の縦パスを永井選手がヒールで流し、それに反応した酒井選手がこの日2得点目となる技ありゴールで逆転に成功、土壇場で劇的な逆転ゲームとなりました。酒井選手は3月の神戸戦でも2得点を挙げており、この2得点と合わせて2023年ルヴァンカップの得点王を獲得。シーズン終盤は怪我でなかなか出場ができませんでしたけれども、来シーズンは復活を期待したいですね。第1位は5月3日明治安田生命 J1 リーグ第11節フィッセル神戸戦です。
ゴールデンウィーク真っ只中、首位神戸との直接対決。この日はなんと観客4万789人というものすごい観客の中、試合が行われました。今シーズン調子の良かった神戸に11分60分と立て続けに得点を奪われ、2点を追う苦しい展開に。そんな中、73分にマテウス選手のシュートのこぼれ球をユンカー選手が押し込んで1点差に追いつくと、最後の最後にドラマが待っていました。90+8分、競り合いでこぼれたボールを拾った藤井選手が冷静に一人相手をかわしてミドルシュート。これがゴール右隅に突き刺さって同点。敗戦濃厚な中、土壇場での同点ゴールはとても価値のある得点になりましたね。追撃のゴールを挙げたユンカー選手も今シーズンは16得点。浦和から来シーズンは完全移籍という話も出ていますので、来シーズンもね、グランパスで活躍してほしいなと思います。そして藤井選手はベルギーアンデルレヒトへの移籍が噂されています。まだグランパスで頑張ってほしい気持ちもありますけれども、相馬選手のように海外で活躍してほしいなとも思います。まだどういう形になるか分かりませんが、もし行くのであれば頑張ってきてほしいですね。はい、ということで今回は今シーズンのグランパスの試合の中で印象に残った試合を4つ挙げてみました。残念ながらタイトルは獲得できませんでしたけれども、今シーズンもいい試合がたくさんありました。森下選手、丸山選手、中谷選手などグランパスを退団した選手がいる一方で、山中選手、三國選手、中山選手、椎橋選手、そして山岸選手と、来シーズン新たな選手たちがまたグランパスで戦ってくれます。来シーズンこそは悲願の優勝つかみ取りたいですね。来年もグランパスを応援しに行きたいと思います。このチャンネルでは今後もグランパスを中心にスポーツに関連した動画を投稿していきます。チャンネル登録してもらえるととても嬉しいです。1年間ご視聴ありがとうございました。来年もよろしくお願いします。皆様良いお年をお過ごしください。